長原明は日本のタレント、モデル、レースクイーン。神奈川県出身、プリッツコーポレーション所属。愛称はメープル。学生時代にイベントコンパニオンを始める。自動車に興味を持ち、2017年、村井瑞希、夏、江花と共に富士スピードウェイのイメージがあるクレインズを務める。2018年にアップガレージのイメージがあるレースクイーンユニットの ドリフトエンジェルスのオーディションに合格し、レースクイーン活動を本格化する。同年の日本レースクイーン、対象新人部門ファイナリスト10人に選ばれる。2019年にホンダアクセスがスポンサードするモデューロ、中島レーシング及び、モデューロドレ5コースのレースクイーンユニットである、モデューロプリティのリーダーに就任し活動する。同年の日本レースクイーン対象ファイナリスト20人に、 選ばれ、クリッカカール賞を受賞する。2020年には、ホンダアクセスのレースクイーンとして継続が発表。ユニット名は、モデューロスマイルとして、MC としての活動も本格化する。2021年は、マックスレシングのレースクイーンユニットである、マックスガールズ2021に就任活動する。ライブ配信アプリのショールームで毎日配信中。 2019年4月6日から一日も欠かさずに15分間以上の配信を継続している。2019年10月7日から8日には誕生日を記念して24時間配信を達成する。2020年4月4日には365日連続配信を達成する。趣味は、似顔絵、アニメ鑑賞、歌、一発芸。特技は、どこでも寝れること。 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、共演、イクタチム、ビスズ、石原みなし、松本あずさ、友由美、春がすみ、宮島マリーナ、ありがとうございます。